ミサートタウ、ロープに振った。体を浴びせる。ボディアタック。ハンマー、そして垂直落下のブレインバスターもある。ミサワがトップコーナー、赤コーナーのトップからミサイルキック。高さがある小橋の。さあ、チャンピオンチーム緊急事態、タイムラリアット。スピンキック、顎に当たったヨロメイター、そして岩石落としは螺旋式。足をかけた赤コーナーのトップ、王者コーナーのトップからミサワ、ダイビングのエルボー。中村を捉えておいて、ミサワ光晴がトップロープに登りました。トップロープに登った、ミサワだ。ダイビングボディープレス。田植がリングした、田植がリングした。ミサワが今チラッとその距離を見た、距離を見た、行くぞ。ミサワが飛んだ、これは推進だ。ミサワ食らったら危ない。エルボーが顔が揺れた。でもやっぱりそのうまい受け身でやっぱりそれを、なるほど、ダメージを半減させる、ダメージを少なくします。邪魔ーホールド。地球規模の栄冠をかけた戦いはこれほどまでに熱くなる。ランディングエンド。2人の戦いの世界、本物のプロレスはもう一度仕掛けた。タイガースープレックス85切るようです。サービスの怒涛の攻めが始まりそうだ。回転するエルボー、今までで最高のエルボー。主役どうした。これまでの数数年にわたる三沢との目に見えない戦いは何だったんだ。タイガースープレックス、タイガースープレックス。そしてまたして入れ替え頂点、後藤の必殺技です。三沢光晴が入ってまいりました。エルボーを取り込んで、そしてますよ、エメラルドブロー。さあ掴んだ、ガッチリ掴んだ、トップロープから投げて、あトップするか、ポールシフトで来るまで宇治危ない、切り返す。込むのか。